三菱、パジェロ三菱、パジェロエボリューションパジェロエボリューションは、三菱自動車工業が生産、および販売していた自動車である。パジェロエボリューションは、パリダカルラリーのホモロゲーション変更に伴い、参加資格を得るために作成された、スポーツモデル。二代目からは2001年から新設された、スーパープロダクションクラス向けの競技専用車両。 2008年を最後にパジェロエボリューションはパリダカ、ルラリーから撤退。後継のレーシングランサーに2009年以降の参戦を、タクスを、その2009年を最後に三菱自動車工業がパリダカルラリーから撤退した。本車両のベースとなるパジェロは1982年に発売開始され、1983年よりすぐに世界で最も過酷といわれるクロスカントリーラリー。 ダカールラリーに積極的に参戦してきた。1997年の篠塚健二郎の日本人初の総合優勝を含む4度の優勝をはじめ各クラス別などでも常に上位入賞の実績を残してきた。市販パジェロエボリューションはそれらの経験で得られた技術のフィードバックをすることを目的に生産されたホモロゲーション取得用の車両である。それにもかかわらず 一般仕様においてもドライバーの意のままに走らせることができる優れた基本性能と走ることを楽しみながら長距離ドライブをこなせる快適性を兼ね備えた車となったフロントスタイル2001年にパリ高のクラス分けが変更され市販車改造クラスとプロトタイプクラスが統合される形でスーパープロダクションクラスが新設された増岡が初めてパリで 総合優勝した2002年は市販車で参戦したが、翌2003年からプロトタイプパジェロエボで参戦している。デザインは当時三菱自動車のデザイン部門のチーフに着任したオリビエ・ブーレイがエクステリアデザインを担当したもので、市販車のパジェロとの共通点はない。2005年のパリ高に参戦するモデルから、 トランスミッションを工程切り替え機構付きの5速マニュアルから6速マニュアルに変更、さらに車体全体の空力を見直し、リアウィングを排するなど、メカニズム等を大幅改良したものを採用した。ありがとうございます。